シリーン地図 Google マップ、三崎三崎の市街地円形三崎の市街地三崎町とは、かつて神奈川県三浦郡に存在した町で、現在の三浦市南西部にあたる。かつての三崎町の範囲がそのまま、三崎町として地域名になっている。ここでは、現在の三崎町についても解説する。三浦半島の再生南端に一志思を挟み、城ヶ島と向かい合う。 一帯は丘陵に跡が食い込む複雑な地形である。古くから栄える下町地区は陸地に食い込む運河のような北条湾により二つに分けられる。西部側の三崎町は三浦市の中心市街地であり、市役所と公共施設や商店、観光施設が集中している。西部や港の周りには水産加工工場や市場などの港湾施設が多く集まる。 北上湾の東部に位置する春海町地区には住宅地が造成されているが沿岸部は工場地区である。内陸部の地域も住宅地だが北部に行くにつれて田畑や山林が多くなる。古くから風光明けみな地として知られ、源の頼朝が城ヶ島と岬の宝蔵山に桜を植樹して宴会を催したこともある。平安後期から室町時代まで、 三浦島という武家の根拠地の一つであった。三浦島は鎌倉後期頃に水軍の基地として三崎城を築城した。三浦市滅亡後は新領主の五宝城家が引き続き城を管理し、対岸の房総半島の戦国大名里見氏の備えとした。宝城氏滅亡後は徳川家の支配下に置かれる。徳川家武将、向井正綱が入り徳川氏のお手船州の本拠が、 置かれた。明治以後は、遠洋漁業の拠点として栄えた。三崎のマグロ漁は1960年代に再生。その後、冷凍技術の発達で、日本国外から安価なマグロが流入するようになると、三崎のマグロ漁は衰退していった。近年は、三崎漁港の水揚げ高が近年減少しているため、古い景観を残す街並みや自然。 東京からのアクセスの良さなどの長所を活かし気軽に訪れられる観光地として町おこしを進めている。その結果、特産品のマグロを目玉とし様々な魅力を持つ観光地としても知られるようになった。また古い街並みを活かしたフィルムコミッション事業も盛んである。三浦を舞台にした映画、ドラマ、ゲーム作品を紹介する。 NPO 法人が経営するギャラリーも解消している。2015年の三崎魚市場の取扱い総量は2万1892トンであり、同年8月1日現在の三浦漁業、共同組合の組合員数は916人である。東京大学の付属機関である臨海実験所がある地でもある。この臨海実験所は日本最初のものであり、そのため、 海洋生物の研究が古くよりよく行われている。海岸の生物の分布に、岬がよく上がっているのもこのためである。この地の名のついたものに、岬小ち唐揚げ、岬ギボシムシなどがある。うらり山直センター、海南神社。ありがとうございます。